そのまま離れたけど、あー、怖い。邪魔だから。相乗りではアスカちゃんとカップルになって、なりましたね。別れちゃったんだっけ？ユウちゃんは今恋愛してんの？僕はあの。よし。ユウちゃん。はい。今日ちょっとヒデさんドラギ作り。はい。ブレイキングダウンみたいな感じになってる。ドラギ作り。鍛えましょうってみたいな。今日は強くなります。ドラギ体験。はい。ドラギ体験やりましょう。ゆうちゃんキックのイメージあったじゃないですか、ボクシングの先生で、はい、まあ、僕ら通ってるじゃないですか。いつも朝昼別の仕事してるみたいな言ってて、はい、休み全然ないみたいな、飲みとかも全然立ってこない、本当かよと思ってで来たらどら焼き焼いてたんです。朝から夕方まで和菓子屋さんどら焼き職人やってるんで、声ちっちゃやってるんで、はい、びっくりしたんですよ。どら焼きめちゃくちゃ美味しくて、一緒にコラボやれたらいいねって話をしてて、はい、今回福ドラさんとアフリカシティでコラボのどら焼きを作ろうとなりまして、そうそう、ゆうちゃん先生がですね、はい、まあ、どら焼きつくならどら焼きたるものを知らなければならないと、はい、どんな風に作られてるかとかですよね、先生。そうです、もちろん一からどういう感じで焼かれてるのかとかね、まあ、実際ちょ今日焼いてもらいますから。え、マジですか。普通はまあできないです、なかなか。これ職人でもいきなり焼いてとか修行が必要ですから、ね、そうだよね、まあ、ちょっとうまく焼けるかどうかわかんないですけど、はい、ちょっとやってみましょうよ。了解で、はい、でこんな感じで出来上がったんだ、でまあ食べてもらって、うん、まあ、そこまでいきましょう。確かに、はい、実際ねお客さんに食べてもらうわけだからね、自分がそれ作れないと、ね、はい、そうですそうですそうです。どんな風に、ね、どういう味か説明もできないでしょ、だって確かに、はい、すごい頭冴えてるキックの時と全然違うキックの時も疲れ果ててじゃん、働いた後だからめっちゃ生き生きしてるんですよ、はいはい、そういうことで早速、はい、はい、行きます。工場来たんでね、実際にこれどら焼き焼いて、でそこから実際作ってみて、はい、あと焼き、はい、そう注文いただいてた、うん、アフリカシティの、はいはいはい、ロゴこれできたんですよ。見たい見たい、見てくださいアフリカシティかっけえ、はい、これを、まあ、実際にこう焼く、生地膨らますために重曹入れるんですよ。はい、はい、バンバン。でこれを生地硬いからこれお湯で溶いていく。ちょっと混ぜてます。うん、どうですか。うまいですかね。うん、いいですよ。うん、いいですよ、いいですよ、いい感じなんで。そう、やらないでしょ。やろうと思ったら。そうやった方がいいんじゃないですかね。いや、それはあの生地が、それはパティシエとかの立て方だから。この流れです、この流れ。すげえ。めちゃ綺麗。全然焦げてない。食べてください。柔らか。パンケーキみたいな。あ、それもう柔らかいんですよ。もう、あ、熱いんで。うん、うまっ。どっか。柔らかい。もうどら焼きの味するね。そこ。え、違う。もう一回して。もう一回返して、で返して返して、これ返して、返して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 返すごい、ゆっくり真ん中に、真ん中に、そうそう、何秒、1、2、OK、 そこ、うわ、すごい、1、2、OK、 はい、ちなみにヒデさん、え、これダメなの。え、これダメっすね、これ。なんでなんで、これ商品ならないんです、これ。じゃこれもこれ俺のやつですね、これ。ちなみに一緒じゃん、全然違うでしょ、これデコボコしてっから、これ、はいはい、うん、ダメ、マジか、はい、でこれはテントにはなるから、もうここダメです、これ。そうだよ、マジか、めっちゃ素材無駄にしてしまった、はい、すいません、これ買い取りでゆうちゃん、今回の視聴者はきっと相乗りのアジアンジャーニー見てた方もと思うんだよね、はい、俺もねめちゃめちゃ見てたんだけど、はい、相乗りではアスカちゃんとカップルになってなりましたね。別れちゃったんだっけ。そうですね、一年お付き合いして、はいはい、ましたね。じゃあもう結構別れてから時間経って、もうそうですね、だいぶ経ちますね、はい、今アスカちゃんは何してる。今は結婚して、あ、結婚したんだ。多分しゃってくる、はい、まあ、全然今会って仲いい、仲いいというか、まあ友達みたいな、いいか、はい、そうなんだ、はい、ゆうちゃんは今恋愛してんの。はい、僕はあの最近婚約しまして。婚約したの。はい、婚約しまして。そんなながら作業しながら言うことじゃないじゃないですか。今普通でしょ。でも邪魔だから邪魔だから。あとつぶあんから。うおー、すげー。カメラで、まあ、だいたいこんなもんかなってやると、うん、まあ OK、 こう優しく包んだよ。これで完成。全然やっぱアンカフェルスープは見た目が、そう
超すげえわ。もう左手で持って下。そう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 。オッケー。そうそうそう。軽く触る。そうそうそう。これで置いとけば。すごい一気に重みが。そうそう、これがじゃあ粒ですね。はい。え、どんな人と？これはまあ元々キックに来てたあの生徒さんですね。平たく言うと生徒さんに手を出したって。生徒さんと、はい、でもね、いや全然その生徒さんと恋するのは全然いいことだと思うけど、でもゆうちゃんってすごい硬派というか、はいはい、真面目でそういう生徒と付き合うとかって、ね、はい、しなさそうじゃない。平常心なくすくらいもう好きになったっていう。そうですね、そういうのになりますね。ね、はい、そうだよね、はい、だってめちゃそういうのね、はい、真面目だもんね。社内恋愛禁止みたいなね、いう立場でもあるし、はいはい。今回は3種類のどら焼き作る予定で、アフリカシティコラボのどら焼きなんですけど、粒あんとラメアフリカ魚のアンズバリのアフリカとのコラボがあって、はい、そうですね、福田でも人気の栗っぱい、栗が丸ごと丸ごと1個入った栗っぱい、すごいよね、丸ごと1個入った。巾着袋がアフリカのポーチとセットで販売で、その売り上げの一部がアフリカ支援になるっていう今回プロジェクト。まあ、栗あん、これもちっちゃい栗がいっぱい入ったし、ね、すごい、さらにそれ栗で、そうそう、でかい、そうそう、これすごくないですか、カムさん。めっちゃ入ってるやん、はい、これ完成です、はい、なんでじゃあヒデさん やってみてください、はい、こういう感じで、このまま飛んでみて、なるほど、はい、あ、平らな方ですよ、そうそうそう、反対、そうじゃないね、それだと逆逆じゃないですか、逆言うたやの、続いて逆だから、続いて逆だ、そのまま行けばいいんですか、そうそう、それそのままそのまま持っていく、そうそう、そうそう、で、ぐっと押し込んで、そう、ゆっくり、そうそう、ゆっくり優しく、そうそう、ナイスできたー、栗いっぱい完成、うまそう。最初の印象はどうだった？最初の印象ですか、それはまあ、別に可愛い子だな、まあでも、なんかそういうお客さんに手を出したらまずいみたいな、なんか自分の中であったんですけど、翻訳って一発目から言ってくれると思わなかったから、なんか意外にも全部話してくれるんだ、そうなんだ、じゃあちゃんとやっぱ撮った方がいいよ、いいでしょこれで、これでいいか、いい、逆にこれだから言いやすいってこと、これだからいいんでしょ、あ、そういうことか、なんか俺言いづらいし、あ、そっかそっか、なるほどね、オッケーオッケーオッケー、こうやってる方がいいんです、なるほどね、これでも話せます。その子は何歳ぐらいなの？自分の母校下とかなんで、あ、年下なんだ、年下っすね。え、亀さん会ったことあります？あります。どんな子なんですか？どんな子？俺は第一印象が可愛いなと思った。何笑っとんねん、キモいな。何笑ってんねん。何ヘラヘラ笑ってんねん。可愛い子だなと。はいはい、性格は？優しいって、保育士やってるのにやっぱり子供には優しいな。そうなんだ、保育士、はい、聞いてもないのにどんどん情報を明かしてくれてますよ。そうなんだ、ね、再会のりメンバー同窓会インタビューみたいなさ、まあ、ゆうくんが奥さんとねすごい仲睦まじかったりとか、セリハもすごいラブラブだったりとか、だからゆうちゃんもついに、え、婚約すんの？マジでめっちゃさらっと言うじゃん、改まって言うのじゃないの？そんなさ、そんな作業しながら言うことなの？そうなんだ、え、どんなとこが好きなの？その彼女の家庭的だし、優しいんで、家庭的、例えばご飯作ってくれるとか、あ、そうですね、だからもうそれこそ朝ご飯の、まあ、僕めっちゃ早いんで朝ご飯のおにぎりとかも出してくれるし、あと昼ご飯ここで食べるお弁当も作ってくれて、ええー、まあ、あとそのキック帰ってきてすぐご飯食べるようにご飯用意してくれるとか、めっちゃ優しいじゃん。ゆうちゃんもじゃあ朝早起きだけど、彼女も同じ時間に起きて早起きしてご飯作ってくれてんだ。とかまあ前の日に作ったりとかですね。いや、それは好きなるわ。で最後は南アフリカ産使ったアンズ。お、ついにこれアンズね。もう蜜漬けしてありますから。漬けてんだ。そう。乾燥した状態で来るんですけど、ここで全部加工してます。アフリカ産ですか。でこれ乗っける。で。出して、まず完成です。これうまい、このまま食いて、めっちゃうまそう、これ普通のどら焼きっていうか、どら焼きじゃなくても、なんかあんず入れってこれだけ入ってるのはよく見るけど、はい、あんずのペーストにしたのも入ってるって珍しくない？まあ、なかなかないんですよ、惜しい、ね、ないよね、はい、ここ、めっちゃお得、すごい、優しく、そうそう、たたくように、そうそう、たたいてたたたいてたたたいてた優しく包むように、そうそう、優しく大事なの、そうそうそう、そう、OK、完成、できました。安全、性格は どんな感じの人なの？あ、性格は優しいですよ。おおらかとか、まあ、まあ、おおらかじゃないですか。たまに怒られますけど。怒られる？たまに怒られる。なんで怒られる？自分がアホすぎるんで。アホすぎる？はい。どういうこと？いや、自分的には分かんないけど、何がアホなのか
何がアホなんだろうね、はい、チンパンジーだから使います。チンパンジーだからかなのかな。で、喧嘩とかすることはない？まあ、ほぼないですよ、ほぼない。今までの恋愛だと喧嘩とかすることあったの？そのアスカちゃんだったり。あ、まあ、ないんじゃないですか。僕はあんま怒んないんですよ。確かにさっきも怒り慣れてない感じがあるね。確かにパッと見でも怖そうっていうかね、格闘技やってるから、怒る、よく怒んのかなと思ってあんま怒んないんですよ。あんまり怒んないんですよ。長野出身でね、自然に囲まれた土地で生まれたから全然関係ない。純粋なのかもしれないよね、もしかしたらね。だって純粋じゃなきゃ どら焼き10年、何年働いてるんだっけ。ね、十何年もさ、この際俺ごめん、申し訳ないけど俺多分3日で辞めると思うわ。そうか、うん、俺だったら多分帽子のサイズが合わなかった時点でもう辞めてたと思う。もともと付き合い始めたのはどっちから言ったの？あ、僕からです。あ、じゃあ本当に掟を自ら破ってまで気持ちを抑えれなくなった。そうですね。かっこええ。じゃあ亀さんも同じようにジム内でいい人がいたらその人を好きになっても大丈夫？普通ダメでしょ。カメさんそれダメだって。それは自分はいいけど他の人はダメ。残念。やっぱ愛の里をね、応募するしかない。ヒデさん結婚式来てくださいね。いや行くよ、当たり前じゃん。俺の結婚式来てくれたでしょ。来てねえわ。まだ出会ってねえわ。そうだ、俺ヒデさんと一緒に旅してないからね。そうだそうだ、友人旅してない。旅もしてないし。食べていきましょう。おい、はい、実食ってことで。いただきます。うん、まっ。いただきます。めっちゃうまい、うん、めっちゃうまい。アフリカ産なんでこれ。さあ、行ってみましょう、うん、行ってください。はい、アフリカ産のアンザン。アンザン丸ごといかがですか。あ、もう全然違うね、これさっきのと。酸味が効いてます。うん、酸味効いてて、なんかフルーツ、うん、女性にすごい人気なんですよ。うん、これはアンザンの、はい、甘酸っぱい感じで、うん、甘いし、これデザートだわ、これ、うん。これから結婚して今後のなんか、まあ、仕事でもプライベートでもなんか目標みたいなのあったら聞かせてください、はい、まずは障害職人は、まあ、一生懸命頑張るんですけど、ジムの方ね、まあ、やってますんで、そっちも大きくしていきたいなっていうのもあるんで、一生懸命頑張ります。仕事も家庭も職人感があっていいんだよな。でもさ、こんだけ毎日6時からさ、はい、準備してさ、はい、満員電車乗ってさ、はい、でこの立ち仕事やってさ、はい、で終わってそれからまた満員電車乗ってキックの先生やっててさ、はい、大変じゃないの今。いや全然楽しいんで。でもしんどくなる時とかない？いや、まあ、そういう時はね、あのペイさん見て笑ってるんですね。そういう意図があったんですね、僕笑ってるの。わかりました、はい、今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。